もす妹です。え、何、誰それ？知らないんですか？モスって誰？違うよ、モスバーガーのモス。僕の尊敬している声優さんのラジオの挨拶です。はい、モス。知らん、もう知らん。宮野守しか知らんもん俺。これは小野大輔さんと神谷さん。へえ、知らないけど。はい、じゃあ言いましょう。知らないけど。はい、椅子は、そう、椅子ね。椅子はどうすればいいんですかね。椅子あったやん、さっき。あんなとこから撮ってくるの？分からんけど。どっち？あれ？ん？無言が多いよ。だって話すことないから。なんか雑談を交えて。あれ？今日は遠回りして帰ってきました。遅かったね、帰ってくるの。うん、なんで？友達と遠回りして帰ってったからです。その名も、うん、その名も、なんて言おうかな、壊れたお友達です。お、なるほど。壊れたお友達はですね、うん、保育園時代からのお友達で、もう親友と言ってはいいほどの方なんですね。親友とは言っていいほどの、はい、親友の壊れたお友達です。なるほど。その親友の壊れたお友達はですね、はい、2日後に満月になるというんですね。え、2日後になんか満月になるらしくて、うん、あ、バカバカ、積んだやん、積んだやん。どうすればいいんだ。もう一回出て戻ればいいやん。ああ、なるほど。外に出たらこういうのって大抵積んだら戻るっていうほらね。どうやってなればいいの。なんでそれ上、反対側から乗るの、真っ白。イエー、はい、来た、イエスカモン。何が、で、で、そのお友達がですね、2日後に、意外で、満月になるから私は月へ帰らないといけないと言ったんですね。もうやめてくれん、そのなんかファンタジーみたいな話。マジな話ですよこれは。壊れた友達が言い出したので、壊れた友達が言い出してへーって言ったわけですよ。で、うん、月に行ったらどうするって言われたから、うん、追いかけますって言ったら、うん、うわキモって言われたんですよ。もうね、その人とね、多分縁を切った方がいいと思うよ、うん、何言ってるんですか。その親友さんはですね、私、あー、なんでいるの私に小野妹子ですと言って電話してきた人なんですよ。わかりますか、この人。バカじゃないの君、セーブした？してないです。どこまで進んでたかなもう、ちゃんとセーブ忘れない。どこまで行ってんのかね。そっちは違う、そっちは鍵が閉まってるよ。ち、まだ棒も取ってないっていう。わあ、マジだ。ちゃんとセーブしないから。まあいいよ別に。地道にやっていこう。で、なんとこの話したっけ。え、月に帰るだね。そう。で、その小野妹子ですって電話してきた。そう、小野妹子ですって電話してきた人なんです、それは。壊れた友達は。なるほど。私の小野妹子です。なんか、なんて言ったか、今日遊べますかみたいな。うん、まあ普通に答えましたけど、あー、小野妹子さんですか、今日遊べますよ的な。それほど私たちの中は、縁を切りなさい。そんな、そうしたら私がリストカットします。あれ、リストカット、何、新しいジャニーズのグループ違いますけどリストカット。なんか一人で笑ってますよ。もう明日さ、うん、学校さ、うん、4時間授業じゃん。うん、あ、だね。いいっしょ。
何が何しようかな。うちもだけど。あ、え、アホじゃないな。でもね、3年の1学年もう1つのクラスは5時間か6時間あ、知ってる、研究時間なんでしょ。うん、知らないけど。知ってますけど。で、持って乗ったままです。はい、シェル。ね、あー、もういいよいいよ、それぐらいの勢いでいて。ねえ、これまたどっか行けばいるんでしょ、鬼が。なんで戻るの。え、なんで、まあ、ちゃんと探索した、いろいろ。まだ探索ちゃんとしてないでしょ。もうね、ここはね、今アイテム部屋に一つって言ってやんか。うん、ここアイテム、アイテムないわ、ここ。ごめん、アイテム部屋に一つじゃない、うん、ヒントが部屋に一つでもいいや。もうここはないけどね、ここは通路だから。うん、ここなんか取った、取ってないね。カタ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 って、もう周りをもうクリックしてやるよみたいな。クリックしまくるってこと。これ何、これ。イエス。他はもうないかな。見てみますか。おで、でもこれ足してみんよ。9162足す2625、700、じゃあ78710。あ、じゃあ17707。違う、11000787。覚えてない、覚えてないとかじゃなくて、これ計算ただしただけ、うん、でもこれイコール XXX になるわけやんか。4桁、うん、5桁やん、うん、違う、引けばいいんじゃない。足すって書いてあるからね。どうしたらこの足す、この4桁の数字を足す、数字を足して、うん、結局 イコール4桁にするかだよね。数字を入れ替えるとかいろいろ試してみたらできるんじゃない。上下逆にするとかするよね。それで計算すんの。やってみない。何か紙をください、私に。あ、そう言っとる間に時間がやってまいりました。では次の動画で。はい、さよなら。